チョリンチョリン、皆さんこんにちは。劇団ポポポポンポの座長を務めます、あさってから来た美少女、安西千織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。カルピスはホットで飲むのが好きです。初恋の味、劇団ポポポポンポ。はい、というわけで始まりました最新中国映画ホー第3回目。今回ご紹介する中国最新映画は大在シージェン人頭ダニーラブユーフォーエバー。現代を直訳しますと、私は時間の最果てであなたを待ってるという意味になります。つまりは永遠にあなたを待つということですから、ラブユーフォーエバー。映画も愛と時間にまつわる物語となっています。女性監督ヤオティンティンの長編2作目のファンタジーラブストーリー。香港の敏腕プロデューサービルコンがプロデュースを手掛けています。主演に台湾出身のホープリーホンチーと、テレビ時代劇で知名度を上げているリーイートンを迎え、アモイと東方の国チェコの首都プラハで撮影が行われたとのこと。以前ご紹介した戦争映画バーバイ800が大ヒットする中、こちらのラブストーリー映画も5億元、日本円で約78億円の興行収入ということで大健闘した作品です。今回この作品をご紹介する上で特に注目したい点がございまして、それが映画プロデューサーという役職についてなんです。あらすじの前に、プロデューサーとはどういう職業で、今作のプロデューサービルコンとは一体どんな人なのかをご紹介したいと思います。皆さんは映画監督とプロデューサーの違いについてご存知でしょうか？非常にわかりやすく説明いたしますと、例えばたこ焼き屋の屋台を経営するとします。監督は直接たこ焼きを焼く人ですね。タコはどれくらい入れようか、焼き加減はどうしようか、ソースはどんな配分にしようかなど、たこ焼き、つまり映画そのものについて責任を持って仕事を進めるリーダーです。プロデューサーの仕事は、このたこ焼き屋の屋台を例えばどこに出店するのか、駅前なのか商店街なのか、そこに出店するための家賃はどれくらいで、材料費は毎月どれくらいかかるか、チラシ広告やのぼりを出してどう宣伝するかなど、たこ焼き屋の経営に関することについて責任を持つ役職だと言えます。今回ご紹介する大在シージェン人頭ダニーラブユーフォーエバーのプロデューサービルコンは、実は中国映画界では知る人ぞ知る敏腕プロデューサーなんです。父親も映画プロデューサーということもあり、若い頃から映画界にいたビルコン。1999年アンリー監督のグリーンディスティニーをプロデュースし、アカデミー賞で4つの賞に輝きます。その後チャン・イーモー監督のヒーローをプロデュースしたわけですが、このヒーロー、中国映画界に大きな衝撃を与えた作品なんです。それまで中国映画というのはどこか泥臭い雰囲気の芸術映画が多かったんですね。ところがヒーローでは香港や大陸のスター俳優を使ってものすごい制作予算で宣伝もバンバン打って、たこ焼きで例えれば超高級の明石のタコをこれでもかというほどふんだんに使いまして、屋台も超豪華絢爛。もう何年も映画なんて見ていなかったおじさんおばさんご老人までみんながどっとたこ焼き屋に戻り、映画館に詰めかけたというわけなんです。アカデミー賞4冠作品、大陸では空前絶後の大ヒット作品をプロデュースしたのがこのビルコンというプロデューサー。その後もチャン・イーモー監督作品を多く手掛け、アンディ監督ともラストコーションで再タッグを組みまして、こちらもセンセーショナルを巻き起こす作品となりました。私がビルコンというプロデューサーの凄さを認識したのは2015年に上映されたロヤオジーモンスターハントの時でした。まずビルコンは当時アメリカでシュレックのアニメ監督をやっていた香港人のラマン・フイを監督として北京に呼び寄せます。この映画、当時中国ではなかった実写とアニメが融合したファンタジー時代劇。メインスタッフも香港人を中心に、日本から美術監督の種田洋平氏を迎えまして安定感抜群。主演には台湾の人気俳優カージェンドン、そして当時人気上昇中だったバイバイハを迎え、ストーリーも文句なしで面白い。撮影も順調に終わったんですが、なんと台湾で主演のカージェンドンがタイまで捕まってしまいます。いくらなんでも主演が逮捕されたんじゃ映画は上映できませんから、プロデューサービルコン、大陸の若手俳優ジンボーランを代役にしてセットも全部作り直して、カージェンドンが出演していたシーンを全部撮り直したんですね。それだけでも膨大な追加予算がかかるんですが、ここからビルコンのすごいところ、転んでもただじゃ起きない。物語の中に七夜と料理長という2つの役がありまして、もともとは無名の俳優を使って撮影も終わっていたんですが、この2つの役にそれぞれタンウェイ、そしてヤオチェンという人気と実力の伴った女優をキャスティングし直しまして、その分も改めて撮影をし直したんです。そして通常の予告編に加えてタンウェイとヤオチェンを起用した別の宣伝映像などもバンバン投入していき、2015年夏休み映画として24億元、日本円で約380億円というその当時中国映画史上ナンバーワンの興行記録を叩き出します。
その3年後にはトニー・レオンも加えたパート2を制作し、こちらも大ヒット。現在もパート3を準備しているというふうに聞いています。映画は監督が中心に作るものだと思われがちですが、以上お話ししてきました通り、映画の制作にはプロデューサーが非常に重要な役割を担っていることが分かっていただけたかと思います。これまでのビルコンが手掛けてきた作品を見ていきますと、小さな枠に収まらない映画の企画、キャスティング、そしてスタッフィングと非常にワールドワイドなやり方で映画をプロデュースされてるなというふうに思います。そして今回ご紹介する映画ウォーザイ・シージェン・ジントー・ダンニー・ラブ・ユー・フォーエバーのプロデューサーがこのビルコン、女性監督を起用し台湾人俳優を主演の一角に据え、アモイとプラハで撮影、ファンタジーラブストーリーということで、映画要素の組み合わせが非常に独特です。通常の中国映画にはない垢抜けた雰囲気の作品となっています。ここであらすじをご紹介します。リンガーというおじいさんが自分の青春時代についての日記を書くところから物語は始まります。子供時代、リンガーとチューチェンは幼馴染で初恋同士。ところがチューチェンはある日遠くへ引っ越してしまいます。それから十数年が経ち、高校生になったリンガーですが、美しく成長したチューチェンが転校してきます。リンガーは大喜びでチューチェンに話しかけるんですが、チューチェンは覚えてないふりをしてリンガーをからかいます。幼馴染、そして両思いの二人の恋がまさに始まろうとしたその時、チューチェンは交通事故にあって命の危機にさらされてしまいます。リンガーは子供の頃にチューチェンと二人で見つけた不思議な腕時計を手に必死の思いで祈ります。チューチェンの身代わりに自分がなるから、どうかチューチェンを助けてください。すると祈りが届いたのか、不思議な腕時計がパーッと光って、リンガーは病院の隅で目を覚まします。治療中であるはずのチューチェンの姿はありません。家に帰って驚いたことに、父親は自分のことを知らないと言い出し、鏡を見るとリンガーは30過ぎのおじさんになっている。高校に行ってみても仲良し同級生も自分のことを知らないと言って逃げてしまい、そしてチューチェンも同じようにリンガーのことは知らないと言い、変人扱いされてしまいます。実はリンガーはチューチェンの交通事故で死ぬという運命を変えた引き換えに十数年年を取ってしまい、さらには自分はこの世に生まれていなかったということになってしまっているんです。ですから家に戻っても家族写真の中に自分の姿はないし、父親も覚えてないというより子供のいない家庭となっているわけです。さあ、それからリンガーはどうなってしまうのか、果たして彼は愛するチューチェンとハッピーエンドを迎えることができるのかというのがあらすじです。この映画、同名短編小説を原作にしているだけありまして、物語の設定や構成など非常によくできています。ファンタジーラブストーリーということで、どこか韓国映画の雰囲気も漂っているように個人的には感じました。そしてもう一つ欠かせないポイントが、リンガーと父親の再会するシーン。父親役を中国を代表する喜劇俳優のファンウェイさんが演じていたんですが、日本でいうところの西田敏行さん的な感じの役者さんです。このシーンがとても感動的で、思わず涙が出てしまいました。涙腺を緩ませるシーン、まずはユーモラスなセリフのやり取りがあって、それから意外でグッとくるセリフをポンと入れるというのがあると思うんですが、ファンウェイさんがそうした演技をやらせたら天下一品でして、とても素晴らしかったです。ただ映画の中で唯一残念だなと思ったのが特殊メイクですね。リンガーがおじいさんになってるシーンが映画の前半後半に3シーンほどあるんですが、その特殊メイクがもう一歩という感じがしました。目がどうしてもですね、おじいさんに見えない。ここにもう少しお金かけてればなと思いましたが、それでも全体的に完成度の高い作品だったと思います。愛する人を救うために自分の命を投げ打つことができるかというのが物語のテーマということもありまして、8月25日は旧暦でいう7月7日七夕、中国のバレンタインデーだったんですね。その日に公開されたということです。こういうテーマの映画っていかにもお涙ちょうだいみたいな物語が多いと思うんですが、大勢シージェン・ジントー・ダンニー・ラブ・ユー・フォーエバー、そうしたテーマをうまく物語に織り込んで、笑えるところ、微笑ましいシーンも多く楽しみながら見ることができました。この作品、すでに中国の動画配信プラットフォームでは有料配信が始まっています。もし興味のある方はぜひチェックしてみてください。というわけで、最新中国映画報第3回目は、大勢シージェン・ジントー・ダンニー・ラブ・ユー・フォーエバーをご紹介してきました。今後もコンスタントに最新の中国映画を皆さんにご紹介していきたいと思っていますので、よければ高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではそろそろ明後日に戻る時間となりましたので、今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、チョリーン。